さて、4月も第4週がやってきました。月曜日第4週のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたに。今日は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けしていきます。毎回ご出演いただいていますのは医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さんです。川西先生こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてお隣、今日はですね、全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団から小野さんにお越しいただいてます。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。さて、まずはこの1ヶ月のことを伺っていきたいと思いますが、川西先生いかがですか。先月から今月にかけては、はい、医療行為が8月14日に、いびきに注意、書いてなくても要注意ということで、4月ですね、はい、医療行為してきました、はい、あと神奈川県診が襟元帯広でということで、はい、13、14だったかな、はい、で、まあ、大体70名から80名くらい各地受けてくれたので、各地で、はいはいはい、160人近くがね、肝がんの人も見つかって、はい、まあ、早期治療と、あと膵臓がん疑いの人も1人か2人って感じでね、やっぱり腹部エコーすることで何かしらの病気、あと脂肪肝のチェックで引っかかった方々がいるので、はいはいはい、まあ、今脂肪肝から脂肪肝炎がんになるって話で、ね、ちょうど NHK の、 隠れ脂肪肝っていうタイトルのね、はい、放送があって、それがまた再放送されたのもあって、まあ、受診する方が増えたっていうのも今月は非常に気になったかなと思います。まあね、テレビ見てね、あ、じゃあ私もって気になってね、受診してくださるの嬉しいですね。はい、そうですね、はい、あとは原告さん方 の交流会にね、はい、帯広の時とあと北区のね、昨日の交流会あります、ね、昨日まで、はいはい、させていただきました。なるほど。これ改めて肝がん検診なんですけども、まあ、映像で見るじゃないですか、はい、その日に結果というのは分かるものなんですか。採血検査は後からになるんですけど、はい、腹部エコーの画像の診断のところでは明らかに腫瘍があるだとか、そうですね、リアルタイムで見てるんですもんね。その結果を直接説明して必要であれば手紙を書いて医療機関に受診できるところまで手配するようにしてます。いいですね、はい、もし何か見つかったとしてもその次っていうかちゃんと ね、その手段といいますか、はい、次につなげてくださるっていうのが嬉しいなというふうに改めて思いました。各地にやっぱり知ってる先生方、肝臓専門医のネットワークがあるので、はいはい、そういった意味でも安心して、うん、わざわざ全部札幌に行くってことはなくて、そうですよね、地方地方でのやっぱ専門医の先生とつながれるように連携取ってやってます、はいはい。ね、北海道広いから、まあ、中にはね札幌まで毎回ね受診されている方とかもいらっしゃいますけども、やっぱ移動が大変ですから、ね、やっぱ地元で受けれるっていうのがいいですよね。はい、ということで、さて昨日もその交流会があったという話がありましたけども、小野さん、この1ヶ月いかがだったでしょうか。はい、患者講演がですね、はい、ありました、2月の18日帯広、はい、高等看護学院、はい、それと2月の28が北海道看護専門学校、はい、3月の6日が砂川市立病院看護専門学校、うん、それですね。それとあと今先生おっしゃったように患者 の交流会ですね、はい、オレンジ会ってやってるんですけども、うん、はい、これが3月の8日がミスマイ、ミスマイクリセンター、はい、これ向こうに住んでる手合さんっていう方でいらっしゃって、はいはい、そうですよね、ミスマイですもんね、ね、はい、あと4月の7日これが中央区民センター、はいはい、それから4月の13日が白石区区民センターですね、はい、4月の14日西区区民センター、はい、それと昨日ですね、うん、北区の区民センターで、川西先生に来てもらって、はい、いろいろ健康相談とかなんかも含めて、はい、やらせてもらいました、はい、そうですね、あとは署名ですかね、署名活動、ね、今そうですね、署名活動をやってるんですけども、はい、何の署名なんですか。これはね、はい、ウイルス性肝がんの、患者に対する支援と、それから治療薬の開発、うん、ウイルス検診促進を進める、はい、
請願書ですね、うん、これに対する署名です。これはの来月5月の28日に、はい、国会に持って行って、うんうんうん、提出する予定でおります。はい、それで今これを署名を集めして、はい、また整理をして、うん、持っていくような段取りをこれから始めます、ね、5月のじゃあ28日に集めた声を届ける、はい、ということですね。はい、あと1ヶ月ぐらいというところでしょうか。今日ですね、北海道 B 型肝炎原告団カンワラ版というですねカラーで作ってらっしゃるお便りといいますか、先ほど言ったオレンジ会のね、日程なども書いてあったりするものなんですけども、すごい立派なものですね。第2号でございますか。はい、はい、これも原告団のことが作られてるんですか。これ前ね B 館新聞で作ってた、はい、はいはい作ってましたね。これに変えて変えに変えてリニューアルしてと、はいはいはい、そうですいうことですね。なんか見てみるとB 館サポートの無料相談ダイヤルのことが書いてあったりとか、はい、あと弁護士さんの紹介とかいいですね。お子さんと一緒に写ってる弁護士さんもお父さんなんだなっていう感じの素顔なども写っておりますし、はい、あと先ほど言われたその授業ですね、こういう形で患者講義やりましたという報告なども載っておりますね。はい、はい、いいですね。なんか読み応えのあるカンワラ版とで毎日笑おうって書いてあるのがいいですね。はい、ということでお持ちいただいておりますけれども、さて、さて今日もですね、残りあと20分ほどあるんですけれども、最新のじゃまずどうしても治療状況などどうでしょうか。川西さん、この1ヶ月で何か動きなどありましたでしょうか。今ははい、2月に出た新薬に合わせて、はい、B 型 C 型の、治療薬の使い方みたいなのがですね、全国各地で医療講演されていて、はい、専門医だとか地域の先生方向けに啓発活動が続いている状況でね、はいはい、実際にウイルスの方はほぼ消せるような薬にはなっているということで、 B 型肝炎も、ね、はい、ね、何種類か薬があって、そのうちどういうふうに組み合わせたらいいのか、やっぱり先生によってやり方がいろいろあるのでね、うそういったのをこう、先生方勉強して、はい、次につなげてるんだなということが、分かるような勉強会がよくされています。で新薬の方も新型肝炎で、肝硬変の方、私も2名ほど使ってるんですけど、はい、1名は消えそうなんですけど、1名は再燃してきて、ウイルスが残っている方がいましたので、そういった方に対しての治療が、これから先どうしていくかっていうことがやっぱ課題になるんだろうなというふうに思って見てました。あとはもう NHK の脂肪肝 の、 再放送が、ね、はい、されて、いつあったんですか、再放送は。日にちも忘れちゃったんだけどね、何回か夜中にやったりとかしてて、患者さんがそれ見てきましたっていうような方でね、電話来るようになったので、こういった啓発活動がね、はい、肝炎の脂肪肝からの肝炎のね、予防につながってほしいなっていうことで、よかったなと思ってます。そうですね、今その2月に新しいお薬が出てって話を聞きました。なので、新しいお薬をもう飲み始めてる方も、結構切り替えといいますか、でいらっしゃる方も実際にもういらっしゃるということですかね。そうですね、はい、先生のところでだと、例えば新しいお薬で飲むと、じゃあ今まで飲んだお薬とどう違うのかなとか、あと飲み始め、どういう大きさの例えばお薬でとか、大きかったら飲みづらいのかなとか、なんか副作用とか出たらどうかなとか、飲む側、患者側としてはいろんなことを考えるんですが、はい、新しいお薬に切り替える時とかっていうのは、やっぱり薬剤師さんの話、なんかどういうふうに処方されていらっしゃるんですか。今 B 型肝炎の人たちはね、拡散アナログがいろいろ出てるので、基本的には大体大きさはそんなに変わらないんですけど、変わらなくて飲みやすいサイズなんですかね。そうですね、ちょっと大きめですけど、うん、今使われているエンテカビルだとか、はい、タフだとかっていう薬、バラクルードだとかベムリディだとかっていう薬が、主流にはなってるんですけども、はいはい、飲む時間帯が限定されている薬といつでも飲んでいいよという薬があったりだとか、あと骨だとか腎臓への副作用がどうなのかっていうようなところで、使い方を調節しているっていうかな、あとはそれぞれ製薬会社さんから言われているデータが、あるので、それを、丸ままそのまま信じていいかどうかっていうのもやっぱり医者の方では判断しながら、その患者さんにとって、いい方向になりそうなので、そうですよね、今はS 抗原を陰性化させるっていうのをどうしたらいいかっていうところがね、主眼になってきているので、S 抗原が陰性化しやすいパターンの薬はどっちになるのかっていうことを、その患者さんごとに、この人の場合はどっちなのか、見極めていくっていうのが大事になってて、
やっぱり好きな先生はその薬が好きな先生はその薬がいいよっていう先生ももちろんいますし、それは先生の体感としてこれがやっぱり効く、ね、今まで患者さんに出してってこれがいいって思ってらっしゃる、ね、パターンがいろいろあるので、必ずこのどの患者さんにもこのパターンがいいって言い切れるのかっていうところはやっぱり微妙なところがあるんでね、やっぱり患者さんに応じて選択していくのが大事なんだろうなと思って聞いてます、はい、なるほどね。副作用はやっぱ出やすい、新しいお薬だとなかなか他のねいろんな病気のお薬とかでも副作用が結構少なくなってるようなイメージがあるんですけども、うんうんね、今回のお薬もそういう感じでしょうかね。そうですね、今出てきてる薬は副作用が一番少ないだろうっていうふうに言われているので、まあ、期待しているところですね、まあ、切り替え副作用があった、あった患者さんも切り替えて良くなってきたっていう人もね報告があるので、だいたい副作用に対応するような部分はうまくいってるんじゃないかなと思って見てます、ね、いやでも飲む側としてはというか患者側としてはやっぱり聞いてほしいけどなんか苦しかったら嫌だなとかね、うん、飲み続けれるかなとか、あとゴールデンウィークあるじゃないですか、ゴールデンウィーク中になんか副作用とか出たら嫌だなとか10連休病院やってるかなとかいろんなことを考えたりするから、そうですね、そういった場合は、ねうんうん、ゴールデンウィーク終わったからね、そう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 、何かあったらすぐね先生に言えるようにとかっていう、はい、タイミングとかもね、そうですね、うん、大事かなって思ったりとかしながら今ね聞いておりましたけれども、でも今聞いた時と飲みやすいお薬なのかなっていうふうにね感じましたね。あの空腹時に合わせて飲むっていう縛りがあのバラクルドは結構言われるので、はあはあはあ、それがなくなった分他の薬の方が飲みやすかったかなっていう人もいます ね、はい、すね、その辺はまたやっぱり患者さんによってもね、もう慣れちゃってるから全然飲めないよっていう人ももちろん多いので、なんか食事でも食後と か、 なんか食中とかいろんな薬ってあるけど、なんか食事に左右されちゃうとちょっとなんか食事の時期が時間がずれちゃったから、ね、あれどうしたらいいのかなとかねいろいろありますけど、それに関係ないとね飲みやすかったりします。結構皆さん真面目なのにね、はい、何時間後に飲みなさいって言われたっていうと、ね、う何時だ何時だって気にして、それもどうなのかなと思いながらちょっとそれがストレスになっちゃったりとかねもうウイルスが消えてる人であればそこまで厳密にしなくてもいいんだよとは言うんだけど、やっぱりみんな真面目にちゃんと時間ね調べながらやるんで、やっぱりそうは言ってもみんな真面目だなと思って聞いてるんですよねでもそういうのもじゃあ許容範囲というか何時間後とか何時間前とかぐらいまで大丈夫ですよとかっていうのをしっかり聞いておくと、なんかうまくねイレギュラーな日ってあるじゃないですか、はい、いつも飲めるけどちょっと家にいなくてとか、あでもあの時先生からとか薬剤師さんから何時間くらいだったら大丈夫って聞いたから大丈夫と思って飲めとか ね、 ね、 そ、 ういうのもありますね、そういうのも大事ですよね、はいはい、ということで新しいお薬の話でございました小野さんは最近はいかがお過ごしでしたか。ノーホント、いやいいノーホンが一番ですよ。ちゃんと医療機関にも受診したようですよ。あ、何よりでございます。三上さんに連れてきてもらう。なるほどなるほどなるほど。そう今日ねあのね横でね見学してくださってる方もいらっしゃって、いつもより賑やかなこのスタジオ内でございますけれども、はい、ということでお話伺ってきました。ではここで今日も一曲お届けいたしましょうかね。ここからは川西先生ではありません、シンガーソングライターアキさんの登場となりますよ。今日もギターをですねスタジオ持ち込みいただいておりまして、今日は何の曲でしょうか。今日はあのキットキットっていう曲をね、はい、歌いたいと思います。まあ B 型肝炎訴訟の原告さんたちを応援したいという思いで作った曲なんですけども、非公式なんですね、はい、でこれあのもう亡くなった高橋さんとかがね、うん、あの自分が友達に話したら友達がいなくなっていっただとか、やっぱり近所付き合いが大変だっただとかっていうようなこともやっぱり聞かされながら、まあ、実際のうちの患者さん方もそういう方が多くてですね、うん、まあ、みんなが安心して過ごせるそんな時期が来てほしいなという思いで作った曲なので聴いてみてください。とても辛いこと。
は生きる。誰でも分かってくれる、誰でも信じてくれる。自分の心の中のとても辛いこと、いつかきっときっと分かってくれると、いつかきっときっとそんな日が来ると、そう信じて私は生きる。自分の未来を思う、自分の希望を願う。みんなの心の中のとても素敵なこと、いつかきっときっと叶う日が来ると、いつかきっときっと素敵な日が来ると、そう信じて私は生きる。ありがとうございましたということで、今日もじっくりとお届けいたしました。さて、それではここで私からお知らせをお届けさせていただきます。こちら今日はですね、この北海道 B 型肝炎原告団肝わら版からですね、ご紹介させていただきたいと思います。B 肝サポート無料相談ダイヤルというのがあります。一人で悩んでいませんか？誰かに話すことで心が軽くなることがあります。この B 肝サポート無料相談ダイヤルは臨床心理士、教育カウンセラー、精神保健福祉士など心理的支援のプロフェッショナルが対応しており、相談者のプライバシーは守られます。お気軽にご相談ください。こちら無料相談ダイヤル電話番号は 0120-882237 0120-882237 となっています。毎週2回の日曜日と月曜日、相談時間は午前10時から午後1時まで、そして1時30分から夕方4時30分までとなっております。ぜひ一人で抱え込まないで、悩み相談してみてください。お問い合わせこちらですね、北海道 B 型肝炎原告団でございますが、弁護団事務局の電話番号もご案内したいと思います。電話番号 011-231-1941 番、 231-1941 番となっております。北海道 B 型肝炎原告団肝わら版、からご紹介させていただきました。さて、今後の、予定を伺う前に、今日の番組のメッセージテーマがですね、散歩というテーマでお届けしておりますが、お二人は散歩などされていらっしゃるでしょうか？小野さん、いかがですか？偶然ですけど、はいはい、昨日の夕方、はい、同じ小原さんっているんですけども、はいはいはい、小原さん、丁寧保守駅にね、水芭蕉公園みたいなのあるんですよね。あら、水芭蕉今綺麗なんじゃないですか？ですね。ねえ、それをね、はい、ちょっとこう、板でこう歩道を作ったんですよ、はい、木道ですよね。それをね、歩いてあんまり行けなかったんだけども、行こうっていうから誘われたからね。誘われたから、うんうんうん、行ってきました。どうでしたか？うん、綺麗でした。綺麗というか、うん、うん、素敵でしたか？蛇の話したり、蛇のマグラ、昔蛇のマグラってしたんですよね。そして小原さんもなんか、はい、昔蛇見たよ、見たよって、ね、蛇の話でもあれ、水芭蕉の話は、水芭蕉はもうすごいたくさん、いや、群生地ってすごいですよね。私も本当に偶然ですけど、この週末北大の、うん、校内をの花木園っていうのがありまして、そこもなんか多分人工に作られた池があって、うん、
水場所あの綺麗でしたし、あの水場所の白がとっても綺麗 で、ね、色鮮やかだな、うん、これからちょっとね季節進んでいくとちょっとだらしなくなっていくんですが、うん、まあ、そういうのもいいかなと思いますが、管理先生いかがですか、散歩されてますか。うちはね、はい、あの犬が飼ってるので、はいはいはい、あの冬がだんだんあの暖かくなってきて春になってくると、はい、朝5時半から散歩が始まるんですね。それは行くぞって、そうですね、さあお父さん行くよって呼びに来る。それまでは寒かったので8時とかにしてた散歩が、はい、春タイムから夏時間に変わると5時半から始まるんで、はい、じゃあ行くよって1時間ぐらいあのその辺を散歩させていただいて、はい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 、させていただいて体力作りに、ね、一役買って、まあ、家族の会話もできてよかったなと。でもとても明るくなるの早いですよね。もう明るくなってますね。ですね。ですね。だいたい犬に引き連れて1時間ぐらい散歩するといい感じで。いい運動ですね。1時間はね。そういった意味では夏場はとても感謝してます。はい、感謝して。帰ってきたらもうすぐ仕事。でもね、ワンちゃんと共に健康的な生活なんじゃないかなと思いますが。では、これからの予定を、じゃあまず、小野さんから伺いたいと思いますが、原告団の予定などありますでしょうか。はい、オレンジ会という交流会なんですけども、はい、そうですね、5月の12日これが江別市民会館で交流会を行います、はい、それから5月の19日これが石狩公民館、はい、5月の26日が小樽市民センター、はい、これ3日とも日曜日ですけども、うんうん、それと5月の25日26日がこれ縁がある北見もオレンジ会、うん、これは先生と一緒ですね、25になってますね、縁があるが25、北見が26日、北見だけでやるような話してたけど毎日もやるのかな。あ、そこちょっとこの北見のところは川西先生の名前も入っておりますが、はい、そうですね、一応これが予定となっております、はいはい、こちら予約不要でどこの地域の方でもお好きな会場で参加できますので、はいはい、ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。でもなんか見るとね、あの場所も区民センターとか、ね、はい、あと地域の、そういうコミュニティセンターみたいなところ使ってらっしゃるので、はい、行きやすいんじゃないかなっていう、はい、無料駐車場もありますし ね、はいはい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、その他何かありますか。その他また、はい、6月からは、はい、啓発活動が、はい、始まります。またもうそういう季節ですね、ですね、各あの区の健康祭りとか、はい、あとイベントごともね、はい、増えてきますからね、はい、まだ日程決まってないんですけども、はい、今7月の28日が先生と一緒なんですね。あ、そうですね、関連でのね、はいはいはい、札幌駅の構内で許可が降りたので、はい、降りたので、はい、今年もあの今度は炎天下の暑いところで、ちょっと涼しめなところで、涼しめなところでね、去年はみんな熱中症になるんじゃないかってすごい心配、すごい暑かったんで、ね、ちょっとあの企画した自分たちも暑くてやられてました。なんか健康のイベントなんでそこで倒れたりでね、ちょっとありますね。特に私暑いですから。ね、この札幌駅で1時から 3時ぐらいでねやる予定してるんで、なんとかねまた広告とか新聞のところでね、はい、そうですね、集まってくれるといいかなと思うんですよね。いいですね、そういうシーズンといいますか、ね、はい、夏場いろんなイベントこと、皆さんのねもしかしたらあのお近くのそういった健康イベントだったりとか地域の祭りとかにもですね、このオレンジ色の旗を持ってとかですね、原告団の皆さんがいらっしゃる、かもしれませんので、ぜひまたあのこの番組でもですね、この日行きますよとかね、また来月以降もお伝えしていきたいと思います。川西先生いかがでしょうか。はい、私の方は、5月の16日にまた医療講演をします。今度はあの食道静脈瘤の治療、門脈圧亢進症ってっていうことで、あの肝臓が肝硬変になってくると、はい、いろんなこう合併症出てくるんですけど、その中でちょっとマニアックな分野なんですけど、はいはいはい、食道やあの食道の静脈瘤だとか、うん、あと脳症だとかっていうところを、まあ、こんな風にしていく治療があるんですっていうことでね、まあ、そこに行かないように今治療されている方が多いので、そうならないためにどうするかっていうことも含めて話せればと思っているので、まあ、ぜひあのご参加ください。
あと肝がん検診の方は5月の25、26縁ある北見で行う予定してますので、はい、まあ、原告の交流会も一緒に合わせてやっているようなところがありますので、まあ、そんな形で一人でも多くの方に、ね、肝臓について知ってもらって、まあ、肝がんにならない生活習慣を、ね、うん、身につけてもらえればというふうに思っています。はい、そうですね。なんかやっぱり悪くならないようにどう日々過ごしていくのかっていうところの情報ってやっぱり患者さんね、そういうところやっぱり知りたいと思うし、あともし悪くなった後でもこういうね治療方法があるんだっていうこともやっぱり情報として知っておくと、ね、知らないのと知っておくのでは全然違うかなと思うので、うん、そういうところもね足を運んでみていただくといいのかなというふうに聞いておりました。ということでそういう情報ですが、あの川西先生ブログをやっております、はい、こちらにですね、この間満月の写真とかも載っておりましたけれども、うん、最近月の写真撮るのが ね、楽しくて撮ってるんですけど、ね、天気が続くと毎日のようにアップしてるいつも月ですねって言われちゃいましたけど、まあ、いえお花も載っておりますそうですね、はい、その時のちょっと流行りで変わってきますが、タイトルを改めて教えてください。肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログをやってますので、ぜひあの ご覧になっていただけたらと思います。はい、ということです、はい、ということで今日もさまざまな話題をお届けいたしました。今日もですね、医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さん、そして全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団からは小野さんにお越しいただきました。小野さん、川西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。